手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は万馬由美がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。大津市にある県立美術館では来年の3月27日までの毎週日曜日、常設展示の観覧がどなたでも無料となりました。大津市にある県立美術館では竜王町にある谷口工務店の寄付により、今年度の日曜日について、本来一般540円の料金が必要な常設展示が無料観覧になりました。毎週日曜日を木の家専門店谷口工務店フリーサンデーと名付け、気軽に美術館を訪れてもらうきっかけにしたいとしています。なお企画展については別途料金が必要です。1934年滋賀にも甚大な被害をもたらした室戸台風。この台風で児童・教師合わせて18人が亡くなった草津市内の小学校で慰霊式が営まれました。草津市にある山田小学校の校庭にそびえる慰霊碑。山田小学校では1934年9月21日室戸台風の直撃で校舎が倒壊し、児童17人、教師1人が亡くなりました。学校では毎年慰霊式が営まれていますが、87年目となる今年も感染症対策として、体育館から各教室に発信する形で、亡くなった人たちに思いを馳せました。当時を再現した紙芝居などを通して、子どもたちも大いに感じるところがあったようです。大津市の幼稚園で月見団子を食べる会が開かれました。大津市の滋賀短期大学附属幼稚園では、季節ごとの行事や風習を大切にしようと、今回初めて月見団子を食べる会が開かれました。園児らは月見団子の由来や作り方などの説明を聞いた後、団子を食べました。県内産の米粉で作った日本古来の白い団子のほか、中国の月餅やインドのラドゥといった3カ国ゆかりの月見団子が用意されました。園児たちはそれぞれ特徴ある月見団子を美味しそうに頬張っていました。政府は滋賀県などに出されていた緊急事態宣言を今月1日から解除する方針を決定しました。政府の決定を受け、滋賀県は緊急事態宣言が解除される今月1日からは、飲食店などへの営業時間短縮や酒類提供停止の要請は行わないことを決めました。また湖岸駐車場の閉鎖も解除します。一方で不要不急の外出は慎重に、特に府県をまたぐ不要不急の移動は極力控えることを呼びかけるとともに、会食はいつも一緒にいる人と認証店でとしています。秋の全国交通安全運動が展開される中、東近江市で園児らが交通安全を呼びかけました。東近江市永源寺支所前の歩道に並んだのは、地元永源寺もみじ幼稚園の5歳児29人。
警察官姿の園児たちは道行くドライバーらに安全運転してくださいと大きな声で呼びかけました。先月21日から始まった秋の全国交通安全運動期間中ということもあり、園児たちは事故に遭いませんようになどと書かれた札をつけた風船を空に向かって一斉に飛ばし、交通安全を願っていました。続いて社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会からのお知らせです。赤い羽共同募金助成事業、聴覚障害者の社会的自立を考えるセミナーを11月3日水曜日に開催します。時間は昼1時から夕方4時で、会場は滋賀県立男女共同参画センターです。また米原市にある湖北耳の里、大津市障害学習センターでもオンライン中継を行いますので、そこでも参加できます。今回のテーマは孤立・孤独のない高齢社会を目指して共に考えようです。高齢聴覚障害者のニーズ調査の結果に基づき、報告・講演・パネルディスカッションを行います。参加費は無料です。新型コロナウイルス感染症対策として事前申し込みになっており、各会場とも定員がありますので、締め切りは10月25日月曜日までです。お申し込みやお問い合わせはご覧のところまで。次に聞こえの相談です。滋賀県立聴覚障害者センターでは、耳が聞こえにくくなったけどどの補聴器を選べばいいかわからない、日常生活の不便さを補う方法を知りたいなどの悩みをお持ちの方のために聞こえの相談を実施しています。聞こえの相談は言語聴覚士が聞こえの程度を測る聴力検査をし、聴力に応じて日常生活での不自由さを補う方法について相談を行っています。11月の相談日は13日土曜日で、会場は長浜まちづくりセンター音楽室です。時間は朝10時から夕方4時、相談は1人1時間程度です。相談は無料ですが事前に予約が必要です。お申し込みやお問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回10月29日金曜日夕方6時にお会いしましょう。